せやミシルでおもちゃデラキラス光る巨人ウルトラマンウンダでございます。以前ですねデラキラスカプセルと光る巨人カプセルがフュージョンすることによって誕生したウルトラマンがいましたけれども、なんとそのウルトラマンがですねててーん、はい、新しく生まれ変わりました。そしてなんとウルトラマン、オリジナルウルトラマンということで、ウルトラマンの名前も新たに決めまして、絆の力で変身するウルトラマン、ウルトラマンボンド、という名前にね、決定いたしました。このソフビなんと、光る巨人さんが作られたソフビなんですよ。すごいですよね。まずはこのウルトラマンボンドのソフビ本体を見ていきたいと思います。はい、シルバーボディの線してね、このメタリックレッドが基調とした、まあ、基本的にやっぱウルトラマンといったね、カラーリングですよね。で、このメタリックレッドはね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。この色すごく綺麗。でね、ところどころに金色が入っていて、これがアクセントになってね、すごく綺麗でかっこいいんですよね。上半身はゼロビヨンドのソフビを使っているんですけれども、下半身はウルトラマンジードの下半身を使っているらしくて、腕パーツなんかはサンダーブレスターソフビを使っているということで、かなり色々なソフビを組み合わせて、作られているんですよね。これまた手が込んでますよ。で、こうぐるっとね、見ていきますと、はい、こんな感じで。すごいですね。めちゃくちゃ綺麗。シルバー塗装がね、すごくいい。はい、こんな感じで。6個目がこんな感じです。やっぱ金色が入るとね、すごくいいですよね。で、はい、さらに後ろから行くと、なんと、背面塗装ですね。はい。光るコーポレーションは太っ腹ですね。こちらね、非売品なんでね、値段はちょっと付けられないんですけど。まあこれ販売するとしたらまあそうだな。18,900円かな。バイバーン。めちゃくちゃかっこいい。タグカードがあるけども、タグカード見ていきましょうか。はい、バイバーンと。絆のヒーローシリーズ、光る巨人デラキラス。ウルトラマンボンド、身長40メートル、体重5万トン、必殺技がボンドバリアを、たくさんのコメントお待ちしております。やっぱりですね、このウルトラマンボンドもですね、コメント待ってます。これやっぱ YouTuber のサガがね、変身しても出ちゃいますね。付属のシールをマントに貼ってください。そうなんです。今回ね、シールが、このようについてるんですね。ちょっと一個気になる、パーツがありますけれども、まあ、これはですね、心を込めて貼っていただくと、ウルトラマンボンドに命が宿ります。ご使用上の注意。本製品は食べ物ではありません。食べたいと思っても食べないでください。食べたいという気持ちが、止まらない場合は、医師に相談してください。で、これ多分ですね、光る巨人さんが作られている時に、食べたかったんでしょうね、これ。だから、まあ、これ書いちゃったんだけど、僕はまあ、僕は大丈夫でした。ちょっと巨人さんね、これをね、多分作ってる時にめちゃくちゃこれ食べたくて食べたくてしょうがなかったんでしょうね。非売品ですから。もっとセールですから。そして光るコーポレーション。光るコーポレーションの作るおもちゃはちょっとやっぱ、一味違いますね。ちょっとやっぱ危険を伴いますね。はい、それではですね、付属品のマントが付いていたので、これをね、していきたいと思います。はい、マントをね、着せてみました。意見たっぷりになりましたね。いや、ちょっとまだこれ完成版じゃないので、最後にマントにこうシールを貼ってね、完成させていきたいと思います。はい、ということで、シールを貼り終わりました。さあ、一体ね、僕がどんな風にシールを貼ったのか、今から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは行きましょう。トゥ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 
い、こんな風に貼らせていただきました。地下の巨人デラキュラス、真ん中に絆の文字があって下にボン、はーい、はい、ということで今回は光る巨人さんからいただいたウルトラマンボンドのソフビをご紹介いたしました。光る巨人さんのチャンネルではですね、ウルトラマンボンドカプセルを紹介していると思いますので、ぜひエンディングに動画が貼ってありますので、ぜひご覧ください。はい、ということで光る巨人さん、素敵なプレゼントありがとうございました。絆の力でフュージョンライズ、ウルトラマンボンド、ではご視聴ありがとうございました。デラキュラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら、チャンネル登録コメントもよろしくお願いいたします。ということで以上、デラキュラスでした。バイバイ。